ようこそ小石田農園へ。小さな石田純一、小石田純一です。トレンディ、今日はですね、なんか久々ですね、こう2人っていうのも。あ、最近はメカさんがいて、はい、メイッコとかがいて、はい、アルディージャの練習場だったりで、はい、2人だけで撮影するの久々ですよ、これ。そうですね、はい、しんどいですね。なんでだよ良さが一番出るでしょう。そうです、ね、これでね、なんかすごい寂しい感じに仕上がったら嫌ですね。今後誰か呼ばないとっていうね。まあそれでいいですけどね、寂しい感じでも、はい。まあ、今日はですね、その記念すべき久々の2人だけの本当の通常会、はい、やることはですね、はい、うちの小石田農園の畑を紹介します。トレンディ、最近ね、こうやってあの畑をまじまじと見る瞬間なかったですからね。なかったからね。でも、こう、なんていうんですか、畑にあんま来てない。まあ、パクチーの時一回来ましたけどね。でも、結構配置がね、今年変わってるんですよね。そうです。じゃあ紹介していきましょうか。はい、それじゃあ行きますよ。はい、レッツ農業いきますよ。はい、懐かしいですね、ちょっと、いらないですもんね、子供はね、これは分かりますか、クイズ、はい、これは何の畑でしょうか。正解はジャガイモでした。あ、いいですね。分かりましたか。世界不思議発見みたいな。そう、まあ最初のクエスチョンです。ここに植えてある野菜、なんだか分かりますか。インカ帝国とかでも栄えた作物かもしれません。トゥ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 。さあ、それではまことくんの回答。ジャガイモ、これでもまだまだですよね。もっとね、背高く伸びて、背高く伸びるっていうか、まあしなってきてからが収穫時ですから、はいはいはい、まだまだ。ジャガイモはこの上の葉っぱがもう茶色くなってね、枯れてきたらもう養分を取らなくなるってことで、実にちゃんともう養分いってる状態なんで収穫するという。勉強になりますね。勉強になりますね、まあ、これを見て勉強しようという人は一人もいないでしょうけど。これを見ながら勉強するような受験生は落ちますよ。いえいえ、うるさくないから、うるさくしないで勉強しながら見てください。あ、ゆっくりと静かにやって。これちなみにあの品種は何ですか。いっぱいあるってね、分からんのよ。もうさっき張ってたけどね、はい、この風とかが吹きすさんでね、飛んでちゃったんですよ。メイクインと男爵とぐらいがあるんですよね、はい、本当にこの家はあれですね、あの紙みたいなものはすぐ風で飛ばされますね。過酷な労働家でね、はい、紙で戦ってますからね。ここあれだもんね、通称風の谷ですからね。風の谷。まあ紙対応ということでね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとよくわかんない。ご機嫌ですね。いいですね、これ。こうした J チャンネルっぽいですね、ゆるくて。いいですね、ご機嫌、うん、ダジャレを言って昼間から笑い合う。カメラを向けたらご機嫌になるおじさんですよ、はい、いやでも春らしく結構ほら、雑草とかもさ、こまめにしてるでしょ。あ、今年は雑草がね、うん、去年はもうほら雑草の海が出来上がりましたもんね。そうそう、でまあこっからですね、はい、この時期から梅雨にかけて、はい、雨と日差しで雑草がすごくなるんで。そうですね、今年は雑草から守りたい。なるほど、みんなの野菜で、こちらですね、はい、ネギ。あ、今期のネギはこちらです。今年は前回向こうでしたもんね。まだあっちも残ってるんですけど。あ、残ってます。ネギがところどころ向こうは本当に放置されてますね。本当に。でもあそこ収穫してますけどね。あ、なるほど。でこっちは順調に、はい、はい、ネギ順調に、こっちのが順調に、はい、雑草も雑草が育ってますね。周りにね、ちゃんと、はい、育ってます雑草。もうやんなきゃいけないですかね。ネギのドレスと言ってもいいよね。あ、そっち、そうそう。花を従えて、はい、まあね、ネギ、ネギ、ネギですね、はい、特にありませんでした。特にありません、ネギ。じゃあこっち行きますか。あ、先に、はい、慌てなさんな。野菜は逃げていきませんよ。野菜が逃げていくとこ見たいですね。これ、はい、はい、ここで第2問クエスチョンです、はい、これは何の野菜を育ててるでしょうか。デレレ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 。それでは黒柳さん。そうですね、私はですね、聞いて、私はそう
素晴らしい黒柳ヒントでしたね、はい、玉ねぎです。玉ねぎヘアでおなじみの黒柳徹子。あれ今答えたのは黒柳さんですか。はい、黒柳です。あ、黒柳さんかこれ。はい、甲田シャーミンさんじゃないですか。甲田シャーミンです。誰が分かんだよ。甲田シャーミンです。一緒じゃねえかよ。小石田さん、はい、Z 世代大喜びです、ね、最高ですね。甲田シャーミン俺もよく分かんないからね。子供の頃名前の面白さだけで覚えてるだけだから。スーパータイム、ね、スーパータイム、はい、見てください、はい、こちらもじゃがいもと一緒ですね。はい、上の部分がへたってきたら収穫時っていう。あ、じゃあ説明書は一緒ですね。説明書は一緒です。でも結構ね、でも抜いてちょっと試しに食べたりしてみたんですよ。あ、もうじゃあ新玉ねぎでもう出来上がってます、はいはいはい、いつ収穫してもいいぐらいの。これだから毎年のように一斉に取って吊るしとく。そうです、はい、保存が効きますんでね、はい、吊るしてやっぱ大量にございますのでね、はい、ネギパーティーもしたいですね。いいですね、やりましょう。はいはい、玉ねぎパーティー、玉ねぎの下で。あ、武道館。武道館で。武道館で玉ねぎライブね。小石田純一トークライブ。in 武道館。玉ねぎの下で玉ねぎ持って。九段下の駅を降りてね、坂道をね、ペンフレンドの2人はね。そうそうそう。小石田さん。Z 世代お喜びです。お喜び。もうそんなね、玉ねぎで涙が出ちゃいそうですけどね。今日はですね、抜群に面白くないですね。僕もね、自分で言っててね、ほんとつまんねえなって思いました。今日俺らだけが面白いやつ。ギャラリーがいないと怖いですね。怖いですね。好き勝手喋っちゃう。まあ、これも収穫会がタイミング合えばね、はい、撮りたいと思います。あれですね、収穫のスケジュール優先ですね。収穫、そうですね、はい、僕らがね、仕事入ったらね、他の人に任せちゃうことになりますから、ね、入ってたね。入るよとは言い切れない。入るよとは言い切れない。あの特にはあります、ね、ペコパみたくやつ。時を戻しましょう、ね、ミニトマト。あ、今年も、はい、あ、じゃあもう夏野菜も始まってるんですか。夏野菜始まってます。ミニトマト埋めてますよ。ミニトマト、ま、特にはないです。毎年トマトはやるけど、トマトはやらないんですね。毎年トマトやらなくなりましたね。昔はやってたんですか。昔はやってました。でこれがキュウリですね。キュウリ、あ、キュウリでしょ絶対。そうですね、キュウリだと思います。はい、なんかあできてますねこれね。これは何でしょう。あ、じゃあここも行きますか。はい、第3のクエスチョンです。振り返る。こちらで育っている野菜何でしょうか。あ、トゥ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 。もしかあれですよね、何を作ってるんでしょうかですね。バッパラバッ。すごいゆっくりタイムプラスみたいな。タイムプラス何。タイムラプス。あ、タイムラプス、タイムラプスでやってるんです。徐々に育つみたいにやってるくらいです。はいはいはい、何作ってるんでしょうね。作ってるんでしょうか。答え出てるでしょうか。湯上がり娘だよ。あら、湯上がり娘作ってますよ。鉄骨飲料の CM のことですか。それそれ、鉄骨飲料、鉄骨娘だよそれは。違いました。湯上がり娘、湯上がり娘ってあれですね、うん、レッツバスロマンのことですね。近い。それは坂本文江だよ。バスロマン坂本文江ですね。坂本誰だよ坂本文江。細川文江恥ずかしいよ。トレンディのやつで勝負してんのに細川文江を坂本文江っていう。僕にあのトレンディで負けないでください。負けないで。今見てる人の中で坂本文江さんいたらびっくりしたでしょ。確かに。私って、えっていう。わ、すごい。いや、いつもにも増してふわふわお届けしてますね。最高です、はい、これナス、はい、ナスは毎年取れますからね。ナスは今年こっちなんですね。はい、こっちです。ナスはいいですよね、うん、いっぱいダジャレ言えますもんね。そうそうですね、去年ね、いっぱいダジャレ言ってたのが懐かしいですもんね。あ、素晴らしい、懐かしいな。あ、やっぱあれですよね、うん、ナス、ナス川天心ですよね。何が何がですか。言いたいだけでしょ。失礼いたしました。とね、ちゃんとしてくれ。そんなね、はい、ダジャレをナス売りつけ合うみたいなことはもう今年はやめにしましょう。あ、いいですね。ナス、ナス、これもナスですか。これ違いますね。これ何ですか。これ何、わかんない。わかんないのも生えてます。うん、唐辛子的なのかな。ああ、なんかありますよ、そこに。これが、これ何ですか。これはこっちからだと見えないですけど、何でしょうか。クイズ出た。わかるわけないよね。
オクラです。あ、これじゃないんじゃない、種植えたんじゃない、これ。ここら辺にだからオクラもできる予定だと。そうす、予定はオクラも、まあできなかったらオクラ入りということ。あ、いいですね。ゲッツじゃないんですよ。あ、そのまま画面から消えてください。やめてくれよ、大先輩だ、逆に。もしかもうラミレスのもんですよね。確かにラミレス。あれはカボチャかな。カボチャなんかすごい離れ小島にありますね。これカボチャ。カボチャ。虫がいます。今年はスイカやらないですかね。スイカはね。どうでしょう。スイカどうでしょう。去年大失敗したんですよね。そうですね。山田勝ってないほど大失敗でしたね。そうですよ、もう本当ですよ。スイカだけにね。クニちゃんもね、クニちゃんも残念だったでしょうね。で、なんといってもですよ、はい、植えたじゃないですか。何をですか。パクパクパクチー。あー、なるほど。めいっ子いないであると本当ただ恥ずかしいだけです。あ、見たいです、見たいです。見てください、これ畑に植えてパクチーが、はい、ちらほら何かしらは出てるんです。ただこれパクチーですか。これですか。これでも形一緒じゃないですか。一緒、でも違うのもあるけどね。どれがパクチーか分かんない。じゃあどれかは雑草、雑草が生えてるか、だから気軽に抜けない状態ですね。あ、なるほど。どっちが雑草でどっちがパクチーか分からないで植えてんじゃねえよって話だけど。でこれがバジルの可能性もあるんですよね。バジルは今日あっちが植えたんですよ。パクチーがここ、はい、バジルがここ、はい、でも大体同じような葉っぱが生えてるから一緒になっちゃったのかな。同じ雑草の可能性もあるってことですよね。でも雑草だったらもっと雑草生えてよくないですか。まあまあまあ、ここにしか生えてないってことは確かに雑草生やすポテンシャルだけはすごいですもんね、はい、だってこことかに生えてるならわかるんですよ。あ、でも ここに生えてる草と一緒だったな。確かにこれと一緒だったら、うん、これって一緒じゃないですか。ふざけんな、どっちだよ。でもどっちかは雑草なんだよな。あれ、匂って見たらパクチーの匂いするんじゃないですか。バカ、確かパクチー強烈だから、うん、匂いでわかるかも。確かに。だって、待って、このパクチーってこうなるわけじゃん。あ、ギザギザのね、うん、はいはい、ギザギザは一個もないのよ。ツルッツルッツルだからパクチーじゃないのか。いや、思い切って全部抜きます。ダメダメ、もしかしたらパクチーかもしれないから。じゃあちょっと匂い嗅いでみましょうか、はい。パクチーだったらすごい、いや、ラーメン食うときに髪をなんかする人みたい。どうですか、匂いは。匂いですか、すごい土の匂いがします。土の匂いしかしません。わかりませんでしたね。あの、ちょっと湿気のある土の匂い。大地の匂い。まだパクチーの匂いより土が強い。わかんねえなぁ、マジで。まあ、もうちょっと様子見ましょう。そうですね。でもここからしかさ、はい、生えてないわけじゃん。あっち側はさ別にそんな緑ないじゃん。うん。ってことはパクチーかバジルの可能性大。まあでもとりあえずこれは様子まだもうちょっと見ないと分かんないですね。もうちょっと様子見です、これはね、本当に。あとであのプランターで育てた パクチーとバジル見てます。あ、そうですね、それも紹介します、うん、はい。じゃあそれ行きましょうか。もう一通り紹介したよね。確かに隣の芝は青く見えるっていうじゃないですか、はい、隣のあ違う隣の畑はやっぱ綺麗に見えますよね。なんか整備された感じが、なんかうちの畑あそこはありますけど、はい、ちょっとしなびてますもんね。そうですね、なんでだろう、色がないです。確かに。でも夏野菜って挽回します。あ、今シーズンは夏からが勝負。夏からが勝負。あ、やっぱ受験と一緒だ。そうです、夏を制する者が農園を制す。テストに出ますんでね、受験生、はい、メモってください。これ見て勉強してるやつ落ちるよ。いけるいけ。おい、小石田
J チャンネル見てるやつは東大へ行け。何それ。分からん。じゃあプランターのバジル見に行きましょう、はい、とりあえず畑、小枝のような畑はこれ状況なんで、はい、夏野菜お楽しみに。またさらにね、さつまいもも植えたりしてあるんで。さつまいもね、はい、おいおい。里芋は今年は。里芋も植えました。あ、もう植えたんですね。植えてあります。それ見に行かないですか。どこ。それ見に行かないのかよ。でも分かんないよ、まあ、一応ここが立ってそうだ。え、ここが雑だな。ここがさ、だって里芋植えたかどうかも分からんでしょう。書いてあるもん、ほら見て、はい、里芋って紙じゃないよ。あ、プラスチック。プラ。で、こっちほら、はい、八頭、はい、八頭ってこういう字を書きますよ、受験生の皆さん。テストに八頭出たらこう書いてください。小石田農園を見てるやつは東大へ行け。やべえ、ひろしです。やべえ。やべえ。これなんすか。あ、さつまいもか。さつまいもです。だから芋類、だから夏以降のも秋ぐらいに取れるのも植え始めてるんで、はい、お楽しみ。すっごいなんかね、下手ってこんなもんか。まあそうですね、こんなもんじゃないですかね。こんなもんね。畑から持ってきましたけど、あれですね、パクパクパクチー、パクパクパクチーですね。ちょっと振りが加わってる。三平です。危ない危ない。パクパクパク、こうやってたんだっけ。そうです。じゃあ見てみましょうか、はい、パクチーがどうなって、プランター、はい、これこの前のあれですね、アルディージャのクラブハウスでもらった アルディージャの花。アルディージャの花。プランター見ますか、プランター、はい、プランター見てください。はい、どうですか。お、あれですか、はい、これはあのチョコケーキですか。違う違う、ここから崩して型取ってじゃないよ、固めてじゃない。ここね、やっぱ畑みたいな草が生えてるはいるんすよ、ちょろっと、はいはいはい。これが果たして何なのかってことですよね。そうですよね。だからわざわざここまで土をプランターで持ってきて、ひたすらこの雑草に餌をあげ続ける。確かに。確かにそうなんですよね。確かに結局そうなんだよな。あそこの土と同じ土でここで育ててるだけだから、はい、畑と変わる、同じってことだもんね。そうですね。何やってんだろう俺。確かにこんなね、バカみたいな格好して何やってんですかね、本当にね。そうだよな。10年ですよ。あ、小石田純一になって。もともとは誰みたいになりたかったんですか。ダウンタウンさんです。あ、なるほどね。そんなことじゃないんだよ。何やってんだよ俺って。自分なんで自分の人生の根源を問わなきゃいけないんだよ。本当に落ち込んじゃった。ただね、はい、もう一個やったじゃないですか。はいはいはい。あのちっちゃいなんでポットにカップケーキみたいな。カップケーキ、ちっちゃいチョコケーキ。ケーキ作り、まあそんな感じだけど、はい、見てくださいこちら、ドゥドゥン。ドゥドゥン。結構一番成長してます、多分。あ、これが雑草ってことなくないですか。だってこれに植えて、うん、こっから生えてるんですよ。確かに。これで2種類葉っぱ僕見た感じあるんですよ。あ、本当だ。この細長いやつと丸っこいやつ、はい、はいはい、どっちかがあれ一緒になっちゃったりもして、あのバジルがめっちゃ種ちっちゃかったじゃないですか、はい、だから混ざってる可能性あるんですよ。どうしようもねえな。どうしよう。でこんだけ、こっちはねすごい成長してるんですよ。はいはいはい。多分どっちかでしょ、バジルかバジルかパクチー、パクチーか雑草か。そう、雑草っていう選択肢もまだあるけど。まだあるね。それは多分ないと思うんだよな、雑草。こんな感じですかね。はい、はい、見てくださいよ、はい、これどっち、どっち。あ、バジルかパクチーか、今日のご注文はどっち。
どっちの料理しようね。これはさすがに Z 世代大喜び、ね、いや大喜びでもないよ別に。でこれやっぱこれポットでやるのが一番成長するんだなっていうのと、うん、小社さん、はい、お見てください、これ細長いところをかき分けると、うん、見て見て、なんかギザギザ葉っぱ出てきたよこれ。これあれじゃない？パクチーの形してない？やったー。匂い嗅いでいいですか？はい。土の匂いがする。まだ匂いはしない。でもパクチーっぽいよねこれは。パクチーっぽい。パクチーの子供だ。コパクコ。コパクコ。パクコなんでコなんだよ。コパクコ。コパク。コ。浜子。浜子。自民党の議員はね。じゃないよ。椅子持って立てこもってんの撮る面白い映像あったけど。これいいんじゃないですか？パクチーですね。山本さん。育ってますよ。関さんに食べさせられますよ、これ。これパクチーっぽい。ということは、これがバジルですかね、丸っこい方。あ、そうかもしれない。バジルって確かに、よく見ると、ジェノベーゼとかに入ってるの丸ですもんね。はいはい、確かに、はい。これかパクチーとする。じゃあ、これもパクチーかな、ちょっと細長いから。わかります？ただこれっぽいのさっきのとこも入ってたんですよね。そう、そうあれが成長してこのギザギザが出るかどうかですよね。そうですね。だってパクチーの場外にもちょっとこれっぽいのありましたもんね。あったあった。っていうのこれで一個あるから、はい、やっぱこの土が一番良かったかもしれないですね。あ、これは小石田農園の土ですか？いやこれはダイソーの土です。小石田農園の土あんま良くないのかも。だってダイソーで買ってきたパクチーをダイソーで買ってきた土で育ててるんですもんね。そうですそうです。ダイソー。ダイソー農業。農業。小石田農園の入り込む余地がなかったですね。ダイソー農園。ダイソー農園。ダイソー。ダイソーの宣伝にすごいなってますね。だからダイソーのやつでパクチーは育つ可能性があるっていうね、これも実証できるかもしれないですからね。はい、そうですね。じゃもうちょい様子見て、はい、おいおいね。今後とも報告していきますんで、はい、パクパクパクチーができるのかご期待ください。そしてタイムさんは来るのか。最後のクエスチョンです。はい、小石田農園にタイムマシン3号さんは来るのでしょうか。ドゥ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 。はい、あ、ちょちょ、クイズだよ。クイズ。クイズですか。はい。まあ、来ないんじゃないですか。ボッシュートでした。忙しいね。そうですね。忙しそうですからね。まあ、めいっ子だけは呼びたいと思います。そうですね。はい。またじゃあ、秋これが育った頃に。そうですね。またこれが育った頃に、みんなであれやりましょう。あれね。はい。せーの、パクパクパクチー、みんなとやりたいですね。トレンディ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディ。